ベネッセお茶の水ゼミナールの尾形と言います。それでは平成26年度のセンター試験英語の筆記の解説をしていきたいと思います。はい、えー、今年のセンター試験はですね、あの新傾向の問題なんかもあってあのびっくりした人もいると思いますね。えー、解きながらうおこれ初めて見たぞなんつんで驚いた人いると思います。 でこの15分間の講義でですね新傾向から導き出される、えー、センターが求める英語力っていうのは一体どんな英語力かっていうこととそれとまあそのためにとそういう問題を解くためにどんなアプローチをしなければいけないのかっていうアプローチあと高1生高2生の皆さんっていうのは、まあ、そういうセンター試験の問題を解くためにこれからどういう勉強法をしていったらいいかっていう、まあ、勉強法こういったことも聞きたいと思いますんで、まあ、ここら辺のこと、えー、この15分間でまあ話していきたいと思います。 でですねえー、今年のセンターですけれども一つまあ大きいテーマとして挙げていいのが特に新傾向と呼ばれる面問題がそうだったんですけれどもこうパラグラフ内でのつながりパラグラフ内のつながりっていうのを問う問題っていうのがまあ非常に多かったということは言えると思います。あのまあ、それが一番シンボリックというか一番象徴的に出ているのが第3問の B。 これは皆さん気づいたと思いますけれども大きいこう問題傾向のまあ変化と言っていいと思いますありました、えー、一緒にちょっとまずこの問題説問だけですけれども説問見てみましょう、えー、第3問の B、えー、次の問いのパラグラフにはまとまりを良くするために取り除いた方が良い文が一つあると取り除いた方が良い文、えー、その取り除く文として最も適当なものをまあ選びなさいということです 問題としてはですね大体105から155ぐらいですから、まあ、そんなに多い量ではないです。105からぐらぐいの英文、まあ、単文を読んでその中でまあ一つ無駄なものを選びなさい。まあ、これなんかは分かりやすくパラグラフ内のつながりっていうことをこう意識させる問題ですね。ただこの問題、まあ、見た目派手です見た目神経校だなと思いますけれども今年の一番の特徴とは ひょっとしたら言えないかもしれない。この問題はね。あの結論から言うと簡単だったんですね。あの昨年まではここら辺の部分には文挿入っていう長文の中に文を入れていきなさいっていう風な問題がありました。でね、あのそっちの前年までの方が語数も多ければ問題もかなり難しかったということで、あの実はね。ここに関して言えば。 問題が簡単になったっていうだけ、ティアだけなんです。あの、ここ、お茶の水ゼミナールでも、あの、当日ね、センター試験の当日に。まあ、高三生から、え、いくつか、こう答案を回収して、簡易調査をしました。で、その簡易調査の結果からも、この問題っていうのはね、正答率が実は、まあ、非常に高かったんですね。ということで、実は、今年の大きなテーマっていうのは、ここじゃないんです。もう一個、あの、大きな、こう、目に見える。 目立つさ変化ではないんですけれども、ひっそりとパンチがある問題が登場しました。それをちょっと一緒に見ていきたいと思います。ひっそりとパンチがある。そういうひっそりパンチなんですけれども。実は第4問のえっ、ー、と a の問題 a の問い4です。これちょっと一緒にですね。えっ、ー、と。まあ 長文ですから、この第四問っていうのは、えっ、ー、と、まず文章全体をちょっと外観していかなきゃいけませんので。まあ、ちょっとお話ししておきます。この問題は、あの、解いた人は知ってると思いますけれども、アメリカに、まあ、いろいろ州がありますね。で、州の中でも、こう、移住者ね、いろんなところから、こう、やってきたっていう移住者が多い州と。まあ、生まれた時からずっとこの州ですっていう、定住者、定住者が多い州とある。 でまあ、そういう移住者が多いし定住者が多いしっていうのをまあ比較検討するっていうグラフなんかを使って、えー、そういった文章だったんですでそういった文章の問いの4番この説問をちょっと一緒に見てみましょう What topic might follow might the last a a a topic p g r r え h、ー、ラストパラグラフ最後のパラグラフにどんなトピックが続きうるでしょうかっていうね この質問というかこの形で聞かれるっていうのは今までセンターではなかったですしまあ他の普通の大学入試っていうのを考えてみても他の大学入試もあんまないです結構これ答え決めづらいんですよ、ね、要するに続くものが何なのかですからある程度自分で推測しなきゃいけないこのパラグラフに書いてあることを選べじゃないんですよ。あの続くものを選ばななきゃいけないけってことですね で、これね、ちょっとびっくりするような話ですけれども、この設問をちゃんと読まなかったがために、間違ってしまったっていう人って結構いるんですよ。本番で、あ,あのパラグラフの中に書いてあることを選べばいいんじゃないかと思って、で、当たり前ですけれども、当たり前ですけれども、あの、こういう設問のリード文っていうのは、きちんと読むようにしましょう。あの、今年のセンターはですね、第六問なんかでも、いろんな形の設問があったんです。第六問なんかだと、例えばね。 この問題はそのこのパラグラフのメインポイントは何かっていうメインポイントを聞く次の問題はこのパラグラフに書いてあることを、えー、読み取りなさいっていう書いてあれば何でも答えになるっていうふうな感じでそこら辺を見落としたがために罰食らうっていう,そう悲しい現実っていうのもあったんですね。ということであのまあ当たり前ですけども説問ちゃんと読まなきゃダメですよ。えー、何が続きうるのかということですね。 ということで、まあ、これ一緒に考えていかなきゃいけないんですけれども。えー、最後の段落ですんで、まあ、最後の段落見てみましょう。さっきも申し上げた通り、アメリカの、まあ、いろんな州の、こう、移住定住っていうの,のの比較検討の文章です。最後の段落ですけれども。the study went on to explore the reasons why movers leave their home states and stays remain。ということで、この研究。 つまりその移住者、定住者っていうのの,の研究は、ですから、まあ、続けてほにゃららするということですね。続けて探っていってるんです。なんで leave their home、えー、移住者たちですね、移住者たちっていうのは、自分が生まれ育った故郷である州っていうのを離れて、なんで、あのー、定住者ですね、定住者たちっていうのがとどまり続けるのか。というふうな、まずここですけれども。 トピックの提示が行われてますね。 なんで移住者っていうのが故郷を離れて、なんで定住者たちってはとどまり続けるんだろうかっていうそのまあ理由っていうのを考えていくっていうのはこういうパラグラフでありましょう。次の文いきます。As for movers とあります。As for はこれはホニゃララに関しては。移住者に関しては、There is no single factor that influences their decisions to move to other states. ということで、えー、彼らの他のこう州へと移っていこうという決断この決断に影響を与えるファクター、えー、要因ですね要因理由っていうのは1つじゃない複数あるということでここからがどうやらムーバーズたちが移住していく理由についてですねこれが1個じゃないっつってるわけですねその次 The most common reason they get f o m moving っていうんで彼らがこの移住ということに関して述べた、えー、最も一般的な理由というのは Is to seek job or business opportunities ですから仕事とかビジネスチャンスでしょうねビジ, opportunities ビジネスチャンスというのを、えー、探してのことであるというような形で、まあ、最も一般的な理由が述べられた Others report moving for personal reasons っていうんで、えー、個人的理由 Personal reasons ののための、えー、移住ということで、例えば最後ですけれども、Family ties, the desire to live in a good community for the children, or retirement. ですから、Family ties, 家族の絆ゆえとかね、あるいは子供のために、えー、ともっといい共同体、いっともっといい州に住もうというふうな欲望であるとか、あるいは retirement, 退職したからなんていう理由で移住していく人がいるんだ。 ということで、まず語られたのが、 たたちの理由でした、えー、仕事もしくは個人的な理由で離れていったということですね。はいで問いの4番考えていきたいんですけれども問いの4番ってねこれに続くものっていうふうに書かれてますけれどももしもしこの問いがなかったとしてもここで文章が完全に終わってしまうのはおかしいなっていうことに気づけたかどうか。要するに欠落感 ないですかいいかな、えー、なんでムーバーズは州を離れていってなんでステイアース定住者たちは残っていくのかムーバーズの理由にはこういう理由がありますおしまいっていうのがこの文章ですよ明らかに欠落感がありますよねこれの問題問いの四番の問題っていうのは四択ですけれども他の選択肢がなんかどうダメだからダメっていうふうな消去法っていうことじゃなくて こう来たら次はこうだなっていう積極的に決めていくっていうことをやっぱりやんなきゃなかなか正解にたどり着けない問題だろうと思いますもう分かると思いますが欠落感何があるかというと「ムーバーズ」と「ステイアーズ」の理由聞いてんだもん足りないものはこの定住者たちがなぜとどまるのかという理由ですね そこまで考えて選択肢っていうのをちょっと見ていきましょう。問いの4番。もう答えは分かったと思います。答えは、丸一の reasons why some Americans stay in their home states。つんで、なぜ一部のアメリカ人は自分の故郷の州に留まり続けるのかという理由ということでした。この問題はですね、五島例、間違いの例としては ③、丸三。 Types of occupations, movers look for in other states. えー、他の州で、えー、この移住者たちが、えー、探し求める仕事の種類。なんていうのにしたい人がいます。なんとなく、この、前に書いてある食の話に、こう引きずられて、えー、選んじゃった、とかね。食が書いてあるから、こうかなって思っちゃったっていう人いるんでしょうけれども、そうじゃないです。パラグラフの最初で示される、この提示、トピックの提示、その、しっかり捕まえて、答えていこうとすれば。丸二、あ、丸三じゃないのは、わかると思いますし。 丸ってしてたたの,の,のも結構あったんです、ね、丸に「states that attract immigrants from other countries」他の国々からの移民を引きつける州について書く必要は全くないですよねこの流れ。というふうなことで、えー、ちょっと考えてみればまあ分かるんですけれども今年新傾向と言われた問題ですけれどもやはりこのパラグラフがいかに一貫しているかっていうふうなことをまあ問う問題。 あのさっき見たあの簡単だって言った第3問にしても同じことですパラグラフ内のつながりを意識して余分なものを1つ削除するっていうのことですし今見た問題っていうのはパラグラフ内で、えー、っとこれが完結するには最後こういうメッセージが必要だっていうふうなことでした。 ということで、あのパラグラフ内でのつながりっていうのを非常に意識させる問題が多かったですし。で、このこと、あの英語っていうのは、一パラグラフに一つこう言いたいことがある。で、それを捕まえていこうっていうのは、英語を考える上では、非常に基本的な作業になります。新傾向とは言えども、この基本的な作業がきちんとできているかどうかっていうのを聞いているっていうふうなことが、この問題ですね。あの高一生、高二生の皆さんは。 じゃあこういう力っていうのはまあどうやってつけていけばいいのと思うかもしれませんがこれ皆さんんのの普段の勉強ででできるんです例えば皆さんが学校で教科書を予習しますねあるいはその予備校なんかでテキストを予習するでその際にやっぱりこうただ漫然とダラッと読んでなんとなくこういう話っていうような形で終わるんじゃなくって例えばやっぱりパラグラフごとにこう読んでいくたびにあ 次のパラグラフはこういうことが問題となっている話だ。と、あのー、ーーいう薄っぺらいい言葉じゃないと思うんですよ。例えばこのパラグラフはそのインターネットについてとかそういうことじゃなくてねこのパラグラフっていうのは例えばインターネットの歴史についての話だな次のパラグラフはこうインターネットの長所についてだなみたいな感じでここら辺まで落とし込んでそのパラグラフパラグラフで何が問題とされているか。 何がイシューになっていっているのかっていうことをまあメモしながらやっていくだけでもだいぶこの力っていうのはついてくると思います。こういったあのパラグラフごとのきちんとした理解、正確な理解っていうのはもちろんこのセンターの神経校っていうことだけじゃなくて英語の勉強を一般に通じる非常に大事なことだと思います。こういったことっていうのをまあ意識しながらまあ英語の勉強を続けていってまあ長文っていうのをマスターになっていきましょう。はい、えっと英語の筆記の解説に関してはこれで以上です。